斉斉藤先生斉藤先先生生いかがお過ごしでしょうか、はい、ということで2月が、えー、10万2000円の利益ということでおめでとうございます、まあ、10万を切らず良かったですね、はい、まあ世の中ね黒字倒産今後出てくると思いますけども、まあ、この時期に、まあ、ネットってすごいですよねうんまあ、あのーまあ、ちょいちょい言ってたと思いますけれどもドリアカの方もリニューアルこう やっていまして、はいえー、今年ですねまたオファーしますのであのまずはあ関東で、ね、勉強会ですかねそうそうそうフォローアップ勉強会もあの質問ないので <laughs> ライブやめたんですけどそうまあプラスアルファでなんかワークワークっすねワーク、うん、ぜひお願いします、まあ、あとは あのまあ,あの山形の熟成さんが「ぜひ」っていう要望頂い,いてる部分あるんで、まあ、一緒に山形旅行しながら、まあ、そのコンビニがねあの都市開発でなくなったら旅行しながら GTR で旅行しながら山形行って面白くないですか <laughs> さああの2人で行くと僕1人いつも動画撮ってるんですけど斉藤先生にあのカメラ回して頂い,いて撮れるじゃないですか。 せこいな <laughs> まあその山形旅どうですか男男二人で山形旅もういいんじゃないですか斎藤先生 <laughs> 男二人で山形でっていう <laughs>、はい、まあまあ今年一発はやろうと思ってますんでぜひお願いいたしますはいまああとはまあ凡事徹底で本当続けていただければいいかなというところですねうんはい頑張ってくださいまああとで、ね、あのそうそうそうキャノンもう知ってるかもしれないですけどキャノンの えー、R5 かキャノンさんがね、えー、R5 出してきますからしかもねあのプレスリリースは今開発してますよっていうだけですげえ話題になってるんですよねだから多分そのあまた盛り上がると思いますし、うん、8K が取れるっていう <laughs> で僕もちょっと R5 ちょっといつ販売するんだろうってうみたいなね、まあ、東京オリンピックどうなるか分かんないんで。 ちょっと大打撃かもしれないですからねあのカメラメーカーさん東京オリンピックに向けてね結構商品こうぶつけてきてるのにオリンピックやんねえのかみたいなうんはいということで、ね、結果報告ありがとうございますまたよろしくお願いいたします